行いますデモンストレーション、マイクロマウス競技をご説明いたします。マイクロマウス競技は、目の前にあります 16×16 区画の迷路内で、スタートからゴールまでの経路をどれだけ早くゴールできるか、速さを競う競技です。7分間に5回走行することができます。1度目の走行時にロボットに搭載しているマイコンに迷路情報を保存しつつ、最短経路までを導き出し、2回目の走行からはより速く走ります。日本では1980年に始まったこの競技に出場するロボットは、回を重ねるごとに進化を続けており、マイクロマウスの歴史は技術の進歩の歴史を体現していると言っても過言ではありません。それでは2013年度の世界大会優勝筆頭候補、宇都宮正和さんにデモンストレーションをご披露いただきましょう。宇都宮さん、よろしくお願いします。さあ、宇都宮正和さんのロボット試練会、今1度目の走行がスタートいたしました。さあ、試練会ですが、今の状況はですね、全く迷路の、迷路にどんな壁があるのか、どんな曲がり角があるのか、この直線がどこまで続くのか全くわからない状態でスタートをしております。このように迷路をくまなく走行して、ゴールまでの最短距離を探そうと、最短経路を探そうとしているんですね。さあ、試練会、さすが優勝候補とあってとても軽快な走行でございます。宇都宮さんのロボットは、地区大会出場されたもの、ゴールをいたしました。この黄色の壁の中、こちらがゴールです。ゴールタイムは40秒005でございました。どうも試練会、まっすぐゴール地点に戻ろうとはしないような、スタートまで戻ろうとはしないようなんですけれども、これはどうしてでしょうか。スタートからゴールまで来ましてもまだ通っていない経路に最短ルートがあるかもしれないので、それをそこがないかということで、探索を続けているという今状態になります。なるほど、ゴールまでの最短経路を探す探索を、一度ゴールをしながらも、続けて いるということですね。試練会、とても賢いロボットです。優勝筆頭候補ということなんですけれども、今まで11月22日24日まで行う予定の全日本大会の前に開催されている地区大会出場したもので、全て優勝されているそうなんです。ちなみにどちらの地区大会に参加されたんでしょうか。はい、マイクロマウスは毎年全国ちょっと忘れましたけど、7地区から7地区に分かれて大会を行っているんですけど、その中で関西地区大会、長野の中部地区大会、東京の方の東日本地区大会とありまして、そこでその3つが一番大きい大会なんですけど、そこで出ては優勝させていただきました。